ドッジ軍はアメリカ合衆国ネブラスカ州に位置する軍である。2000年現在人口は36,160人である。ここの軍庁所在地はフリーモントである。アメリカ合衆国統計局によるとこの軍は総面積1,409平方キロメートルである。このうち1,384平方キロメートルが陸地で25平方キロメートルが水地域である。 総面積の1.75%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は人口36,160人、14,433世帯、及び9,756家族が暮らしている。人口密度は26平方キロメートルである。11 平方キロメートルの平均的な密度に15,468件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人95.90%、アフリカン・アメリカン0.43%、先住民0.30%、アジア0.51%、太平洋諸島系0.09%、その他の人種2.06%、及び 根結0.72%である。人口の3.93%がヒスパニック、またはラテン系である。2000年国勢調査に基づくドッジ軍の人口ピラミッドこの軍内の住民は24.70%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が9.60%、25歳以上44歳以下が26.20%、 45歳以上64歳以下が21.90%及び65歳以上が17.50%にわたっている。中央値年齢は38歳である。女性100人ごとに対して男性は93.20人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は90.00人である。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は37,188ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は44,790ベイドルである。男性は31,108ベイドルに対して女性は29,15ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は17,757ベイドルである。人口の8.60%及び、 家族の5.30%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の10.30%よび65歳以上の7.10%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。